16番ホール。おー、いけー、楽しそうですね。これ完全撮影用のテンションですね。90ヤードあります。上り入れて4バウンドでいきたいと思います。だいたい4バウンドナイスショットで190ヤード飛ぶかなって感じです。思った通りに打てたよ。ちょっとなまった。あ、トップしてる。下りのスライスです。おお、どうだろう、どうだろう。あー、一筋一筋違った。返しは入れたい。うん、風が強い時は打ちに行かないことです。打ちに行かないことです。今は右手の力を抜けた気がします。寒いとね、シャフトのシナリオね、あんまり感じれないんですよね。ちょっとダフったけど、ダフってまっすぐ行った感じですね、今のは。どうだろう、どうだろう、止まったかな。映像では伝えにくいと思うんですけれども、かなりこのグリーンは曲がります。おお、これは入ったかな。おお、ラインを見事読み切りましたね。ちょっと強かったですが、入ってよかったです。前半最終ホールです。おお、右に打ち出せてるときはだいたいいいボールが出ているときです。はい、近い。最終ホールセカンド地点にやってきました。ここはね、長いんですよ。394ヤードもあるんで、まだまだあります。おお、今は綺麗なタイミングで打てた。結構ドローヒッターにとっては今の景色は難しいんです。あー、お、綺麗に入ったけど、強くないか。強い。パターはずっと強い。お、まだ止まってる。まだボールが動いてる。グリーンが速い証拠です。めっちゃ速いってことだよ。グリーンがあんなに上り止まんないのは、いや、本当に本当に本当に難しいパット。これは伝わるかな。この結構パター好きな方なんですけど、曲がる前に入れるよ。この日はパターが嫌になりそうなほど速かったです。お、強い、入った。うん、まあ入ればよしでしょう。